て今かなり弱まってる状況です。ちょっとうるさい、テレビ。こんにちはじゃない、こんばんはじゃないもん。6時やで、言うてる間に。そしてその周りの沿道にはですね、かなりの人が集まってきていまして、一目見ようと中には1時間以上も前からこの場所に並んで待っていたという方もいました。てくさっきドラえもんやっててびっくりした。土曜日の5時にドラえもんなの？旅行しに来たと話していました。明日はですね、最大の見せ場となる宮入りで大小合わせて200ほどの見通しが神田明神すごくない？私がちっちゃい頃って、ちっちゃい頃って言っても小学校とかやけど、金曜日やったけどな、金曜日のあれ何時？7時とかじゃなかったっけ？ WBC を沸かせた2人の初めての対決が実現しました。びっくりした。レッドソックスの吉田正尚は本拠地でカージナルスのヌートバーと初対決。2人は3月の WBC 以来の再会です。5時とかだ。クレヨンしんちゃんも5時に変わったんですもんね。日本の文化も受け入れながら、そういう心もあるっていうか、なんか素直な気持ちもありながら、野球に対しては情熱もあって、今ね日本ですごく注目されてますけど、そういうそのような人物だと思います。See what you've been doing. I guess for me, it hasn't been really surprising.なんで変えたんやろな。ドラえもん見てる層って何歳ぐらいなんやろ。5時ぐらい見れんのかな。でも親、お母さんとかお父さん、土日の5時ぐらいにご飯とか用意してる時に子供が見てくれてたら助かるか。ドラえもんとか相手せんでいいし。この表情を浮かべます。するとヌートバーが歩み寄り、吉田との再会を果たします。二人は笑顔で熱い抱擁を。そんなちっちゃい子向けなんかな。ソックを交え3分間談笑をしていました。試合は逆転に次ぐ逆転で、二人の侍選手同様に熱い戦いとなりました。2点を先制されたレッドソックスは1回ランナーなしで吉田を迎えます。回数は通算195勝の右腕ウェインライト。もうすぐお家出るから。もうちょっとだけ配信できるかなって感じでつけました。今シーズン14度目のマルチ安打を記録。打率も3割に復帰しました。6回同点を追いついたカージナルスは三塁にランナーを置きヌートバー。忙しい。再び逆転されたカージナルスは9回ランナーを1人置きヌートバー。ヌートバーもこの日は2安打で打率を3割に乗せました。さらにチョコ、ゴーマンがツーランホームランを放ち、
ジナルスが勝ち越しに成功。試合は8対6でヌートバーのカージナルスが勝利しました。初めて聞いたカージナルス。日本語全然喋られへんやん。店舗に車が突っ込む事故があり、買い物客ら5人が重軽傷を負いました。店に突っ込んだ白い車、フロント部分に土のようなものが被っています。怖。80歳。あかんわ。高齢者運転。車は店舗側面ガラス戸に突っ込みました。間違ったのかな。ガラスは粉々に割れています。当時店にいた従業員に話を聞くことができました。どういうことで気づいてないかが起きたと思ったんです。車が店内に、突っ込んでたと。頭ですね、正面から。事故が起きたのは愛知県稲沢市。名古屋鉄道鴻宮駅からおよそ200メートルの場所にあるスーパーです。正面には数台が止められる広い駐車場もあります。このスーパーに午前10時前車が突っ込みました。店頭には花の苗などが並んでいたといいます。明日花の日なんでカーネーションとかの、はい、鉢物もいっぱいありました。混んでてどうでしょう、30名ぐらいいたのかな、もっと見えたのかな。この事故で客4人と従業員1人の合わせて5人が怪我をしました。うち3人が重傷です。かわいそう。骨折されている方が店の外の苗や花を見て見えて、背後から車がドーンと突っ込んできてちょっと挟まれた感じで、まあ、痛いなっていうぐらいな感じで意識はしっかりされてました。車を運転していたのは無職の80歳の男性です。このスーパーでの買い物を終えた後事故を起こしたようです。80歳で無職当たり前じゃない。駐車場を出ようとしたところ、横から車が来たため避けようとしたが、アクセルとブレーキを踏み間違えた。やっぱそうやんな、返納しないとあかんわ。運転手さんはちょっと動揺されてたと思いますけど、そんなに大丈夫そうな感じでした。警察は詳しい状況を調べています。 G7 広島サミットまで6日となる中、岸田総理大臣は首脳会談の会場などを視察しました。安全かつそして円滑に進行するのは重大な責務であり、その責務はまさに皆さんの総研にかかっています。岸田総理はサミット開催中に警備にあたる警察官らに高い緊張感を持って取り組むよう激励しました。この後 G7 首脳と19日に訪問する原爆資料館を視察します。被爆の実態を伝えるという岸田総理肝煎りの行事となりますが、私北海道どういった内容にするのかギリギリまで調整を行うとみられます。仕事で数回行ったぐらいであんまないよな。アイスやぐらで行って、なんか3回ぐらいしか行ったことないかも。ドームツアーとあとなんかもう一個。審査が早くてびっくりしたね。借りられるかなってドキドキしたね。手続きも楽だな。特に何もないから行きたいの。このために会社輸送費いるらしいよ。ソニー銀行でよかったでしょ。先に見つけたの私よ。始まりはソニー銀行の住宅ローン。社員が積極的に働けるようになった。人材不足が解消された。部下との会話が増えた。お客様
なハワイ。インボイス制度の請求書発行準備も済んでるし。これで万全。受け取り側の訴えも普通です。請求書受け取り側のインボイス制度に対応。うまっ。風俗店で従業員の女性を殺害したとして30代の客の男が逮捕されました。足立区の契約社員今井豊容疑者は5日東京台東区の風俗店で従業員の30代の女性の首などをナイフで刺して殺害した疑いが持たれています。一生出てくんな。今井容疑者は事件後自分の腹を刺し入院していて、怖い。警視庁が回復を待って今日逮捕しました。警視庁によりますと今井容疑者はこれまでの取り調べに女性に予約を断られたことなどに不満を持ち殺意が芽生え人生を奪ってやろうと思ったと話しています。どうやって生きてたら終わってる。バスケットボール NBA 八村塁選手の所属するレイカーズが西地区プレーオフ決勝進出を決めました。すごっ。背高。決勝進出へあと1勝と王手をかけているレイカーズ。途中出場となった八村がまずはディフェンスで見せます。昨シーズンの王者ウォリアーズの攻撃をシュートブロックで食い止めると、この豪快なダンクシュート、レブロン・ジェームズのノールックパスからダンクシュートを叩き込みます。さらにレイアップなどで追加点を挙げた八村、日本人選手として初めての地区決勝進出となりました。プレーオフっていうのはずっと見てたので、その中で僕もそういうトップのレベルで今下がってるんだなと思うとすごい僕も嬉しいですし、まあ、どんどんあの次のラウンドも頑張っていきたいなと思います。住宅で男性を殺害したとして中学校教師の男が逮捕された事件で、男の関係先から警察の聴取を想定した可能性のあるメモが見つかっていたことが分かりました。中学校教師の尾本浩介容疑者は2月東京江戸川区の住宅で山岸正文さんを殺害した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で尾本容疑者の関係先から捜査が自身に及ぶことを想定して書いたとみられるメモが見つかっていたことが分かりました。住宅の複数の階には尾本容疑者のものとみられる靴の跡が残されていましたが、尾本容疑者は逮捕前の任意聴取に荷物を運ぶのを手伝ってほしいと言われ土足で家に入ったなどと話していました。警視庁はメモをもとに任意聴取に応じていた可能性があるとみて調べています。やばすぎ。福島第一原発の処理水をめぐって韓国の視察団が4日間の日程で日本を訪問することで合意しました。日本と韓国の両政府は昨日ソウルで東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって協議しました。韓国の視察団が23日から日本を訪問する計画について話し合われ、期間を4日間とし、詳細は改めて。こんにちは、こんにちは。視察団の受け入れは7日に開催された首脳会談での合意事項ですが、両国の間では視察か調査か処理水か汚染水かなど訪日目的の認識や言葉遣いも大きく異なり、協議は異例の午後2時から夜中まで行われました。明日も天気悪いんか。私たちは家のことを考えるお客様に
寄り添い共に歩みます。住まいを売る人、住まいを買う人、不動産仲介でお客様の未来を作る住みがいの感じる半導体、あなたが感じている世界を同じように感じること、私たちの感じきれない世界をもっと感じること、その感じるをデジタル情報に変えていく、もっと世界をデジタルへ伝えたい。アナログ半導体は感じる半導体、エイブリック。よいしょ、終わろう。ということで、このあと8時から渋谷ヘムクロス聞いてください。さようなら。特に準備しながらだったんであれだったんですけど、私の独り言配信でした。北海道のこと聞いてきた人だけは何もコメントしないよ。話したのに。おこです。嘘。では、ちょっと短い時間しかできないかったんですけど、バイバイ。渋谷 FM クロス聞いてください。8時から。では、終わります。また明日、励まし会開催してください。開催しますっていうか、夜。さよなら。